皆さんこんばんは、 MK です。ケイトのカービィプラスパート4やっていきましょう。前回の続きでボス戦からですね、頑張っていきましょう。ドドワン、お、恐竜みたいな見た目してますね。ケイトのカービィって今のところダメージを食らったりすることがないから、どういうボス戦になるのかよく分かってないんですが、うわー、風がすごい。こんにちは、私がカービィです。あなたがドドワンちゃんですか？仲良くは、仲良くはなってくれなそうだね。どうやって倒すんですか？スタート。はい、とりあえずなんかこう、待って待って、何ケイ、これいる、あー危ない、これいらないんじゃない？待って、トルネード一旦いらないわ。で、あー待って、これだ、これを引っ張って、おーすごい、ビーズがいっぱい落ちてきた、ビーズがいっぱい落ちてきたぞ。なんだなんだなんだ、あの下を引っ張ったりするんだな。どっから来るの？やめてください。なんですか、危ないよ。おお、近、うわーい、すごい迫力だ。これ雲なんだね、一応下の毛糸が。やめてやめて、また舌を出すのを待つ必要があるのかな。何ですか、引っ張れんのか。あのボタンだな、弱点が。首のとこについてる茶色いボタンが弱点っぽいですよ。待って、これ避けるよ、避けるよ、避けるよ、オッケー。でこれだ、これが弱点だ、引っ張れ。いいよいいよいいよ、分かってきた、倒し方が分かってきた。ビーズが欲しいです、ビーズが欲しい。何何何、どっから来るの？やめてください。どこだどこだどこだ、よく見ろ、オッケー。これちなみに食らったらどうなるんだ、ビーズを撒き散らす的な感じなんでしょうか。やめて、なんかだんだん毛糸がほらほつれてきてるんじゃない、なんか最初より迫力なくなってるね。やめてください、わーい。で、舌を出す、舌をまだ出さない、舌をまだ出さない、当てた。これを引っ張る、いけ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 、引っ張れ、いいよ。おお、分解した、魔法の毛糸だ。フラフちゃんフラフちゃん何もしてないけど、私も一緒に倒したぞみたいな顔で出てきたね今。あなた何もしてないよ今。おー、なんか一緒に倒したみたいな感じになってるけど。はい、これで魔法の毛糸が手に入りましたが、金メダルになる、どう、ならない。ならないんだ。どうやれば金メダルになるんだ。まあいいや。とりあえず魔法の毛糸を一つ手に入れましたよ。やった、魔法の毛糸を見つけたよ。はい、見つけました。魔法の毛糸はキラキラ輝きながら、うん、空高く飛んで行き、あ、飛んでいくんだ。お、次のステージにつながるわけですね。フラッフちゃんなんかちょっとえって感じになってきたけど、あの子一緒に戦ってるつもりなのかな。まあいいや、たまにビーズ持ってくるし。カービーたちは先へ進めるようになりました。はい、火山っぽいな、次のエリアが。早くない？ここは木の上。お、いきなり？カービーはお腹が空いたので食べ物を探しています。はい、急展開ですが。お目当ての果物を見つけるために、うん、果物、木の上をあちこち探していると、はい、突然木が激しく揺れ出しました。ウィスピーウッズなんじゃないの？動いて下を見てみると、いつものじゃないの？あ、違うね。が木を揺すっているの。何やってんのお前。食べ物探しはこうするんだよ。あ、それ意地悪してんのかと思ったわ。慌てるカービィに構わず張り切るフラッフ。はい、そしてついにカービィは木から落っこちてしまいました。でもリンゴもいっぱい落ちてきたね。ほら、こんなに取れたよ。なんかフラッフを追いかけるカービィ、それは怒るわ。でもなんだかとっても楽しそう。カービィは怒ってるけどね。リンゴがいっぱい手に入ったから、でも目的は達成なのでは。なんなんだ今のは。今のムービーは何なんだ。いるか、今のリンゴの下りは何だったの。木を揺らせっていうヒントってこと。とりあえずいいや、ドドワンちゃんを倒したよ。これでホットランドに行けばいいのかな。その下のステージとかはいい、とりあえず無視で。あ、危ない。これはほらなんかあるよ。あ、違う、これは前のステージだ。左だな、ここの左にさ、あれ、このハテナハテナってなんだ、なんなんだ、なんかまだあるよね。なんなんだろう、なんか隠しステージ的な感じなのかな。とりあえずはいっか、ホットランドに行きましょう。ホットか、焼けちゃいそうだな。毛糸だけど大丈夫。三角砂漠やっていきましょう。ノーマルモードでいいですね。宝物を全部集めるのと、あとはあれだ、ビーズ集めしないと金メダルが取れないんで頑張りましょう。何？砂漠かこれは。おー、かわいいね。あれ、下行ける？あー、なるほどなるほど、これ地面なんだ。で、こいつをほどいて、おーおー、待って、なんかまだいるね。はい、こいつを持って、これは上に行ける。おーっと、
なんか持ってる。これは何ですか。はい。おお。待って待って待って、新しい能力だ。ちょっと見させて。ギューンと伸ばせ遠くまでボビンヨーヨー。ヨーヨーカービィ的な感じっぽいですね。ビーズを集めて。それはなんだ。引っ張ればいいんですか。ほい。あれ、ごめんなさいね。別に悪気があったわけじゃない。ああ、いたいたいた。こいつ、おお、めちゃくちゃビーズ手に入るじゃん。なんで？なんでいきなりめちゃくちゃビーズ手に入った今。はい、ラクダソファ。座るととっても楽なソファ。なるほどね。ダジャレね、かけてるわけだ。これもじゃあだんだんこう上に登っていきたいところですが、はい、上に上に上に登りたいんだ私は。オッケーオッケーオッケー。で、これもひっぺがしてビーズだ。なんだ、あまり難しくないぞ。この下を待って、こいつ倒したい。オッケー、ビーズも回収したいです。トルネードがないとビーズ回収が大変だなこれ。はい、ワドルディも倒して、この下かな、あれ、いけない、これか。こいつを引っ張れば下に行けるようになると。で、下には何がある。ワドちゃん、ワドちゃんの槍をこれで突破して、これが宝物かな。おっと、なんだ、またびっくりマークだ。でもこのびっくりマークは宝物につながることが多いですよね。どこ行くんだ。おお、こいつを追って、はいはいはい、何、どこまで行くの君。上、何、めちゃくちゃ行くやん。あれ、どこまで行くんですか。これか、この三角ピラミッドちゃんが剥がれるの。ほい。おっと、サボテンジュース、刺激的な味がするサボテンのジュース。なんかトゲトゲ入ってそうだな、嫌だな。サボテンはこいつを倒して、上か。はい、これは何ですか。ビーズ、あー、ゴールの、あれね、ゴールの札みたい。あれを集めとくとゴールに出てくる絵が完成するみたいな感じらしいですよ。このワドちゃんを倒して、そこのイガイガもやっつけて、そこのワドちゃんも倒すけどビーズが欲しい。オッケー、ビーズ集めを慎重にやっていかないとなかなか金メダルは厳しいのでは。これは下かな。とりあえずここのビーズは回収して、あーっと落ちちゃうね、これ多分落ちちゃうね。落ちないようにしましょう。これ最初から目を狙えば、そういうことじゃないみたい。最初から目を狙えば一発で倒せるかと思ったらそうではないな。で、上かな。おい、あー待って、あそこ行きたい。この竜巻を使うと見た。あー待って待って、まだだ、こうだ。あー待って、違うな、こう行ってこうだ。オッケー、でビーズがたくさん、ありがとう。うわ待って、竜巻にビーズが取られちゃった。返してください。オッケー、でほい。うわ待って、あいつめちゃくちゃビーズ吐くやん。あいつめちゃくちゃ、あのでっかいのが欲しい、でっかい紫。オッケーオッケーオッケー。あと1個あるな、宝物が。あと1個の宝物を逃さないようにしたいんですが、この下ですか。違うね、いまいちね、どこが乗れたりどこが乗れなかったりするのかわからないんだよね、見た目で。下かな。あー待って、あの上臭いな。あの上だ、あの上に。これをまずひっぺがしていって、こいつを倒して、上だ。おいよ、こいつを、待ってー。思ってたのと、あ、あのびっくりじゃない。じゃあこれは違うのかな。ほい、ていや、待って、ていや、違う。もうなんで、なんでそうなる。ほいって言って、ていや、オッケー。ゴールの札か、まあまあまあ、これも大事ですね。下に行って、びっくり、違うね。お、金メダルにはなりましたが、宝、最後の宝物を逃さないようにしたい。下かな、下ではないか。待って、あんまり下行くと落ちちゃうね。落ちないよ。落ちるとね、多分ビーズを拡散されちゃうんで。お、メタモルだ。フラッフちゃんが地味に活躍した後にメタモル効果だ。これはなんだ、バギー走るだけ。おっと、なんかいた、敵がいたぞ今。あいつらを追うんだ。はい、ビーズを取って、何これ、おお速くなるんだ。ターボで速くなってもうダメだ。あー、ビーズが取れない。お前だ、ほら。オッケー。何、ちょっと待って、やばい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 。あ、前にしか進めないぞこれ、やばい、効いてないぞ。あいつらに当たるとダメなんだ、越さないといけないんだ、うまく。そんな難しい、そんな難しいことある、いきなり。あー下だったのね。バンブ、もうやばい、これさ、前にしか進めないんだよ。だから実質ビーズ逃すんだけど。え、
難しすぎでは。どこかに宝物があるはずだ。真ん中、下、どこかに宝物があるはず。あったー、三角砂漠。こいつ、これ当たっちゃダメなんでしょ。だってえ、当たっちゃダメなんだよね。ダッシュならいいとか。オーケーオーケー、越すんだ。基本的には越していかないといけない。あー、せっかく金メダルだったのに。ビーズが足りない。お、2位だ。2位のとこを引っ張ればビーズが、うわー、せっかく1位取りたかったのに、なんで1位にならなかった。まあしょうがないね。で、できれば星3つ。あー、今ミスったね。絶対絶対ミスった。おー、でもギリギリ。あー、まあ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 、しょうがないね。宝物全部集めれたからいいとしましょう。はい、何ですかそれは。魔法のランプ的なワッペンかな、アラジン的な感じ。はい、とりあえず金メダルは取れました。宝物も3つ取れた。魔法のランプのステージワッペンを見つけたよ。これで次のステージが出てくるのか。妖精みたいなね、あのアラジンだと魔法のランプこすると精霊みたいなのが出てくるんだけど、そのパターンかな。はい、魔法のランプで、おー、出てきた。こんにちは。何してる。わー、おー、すごい。巻物みたいになってる。布か、布の巻物みたいになってるんだ。お、次そこ。手前にもう一個あるけどな。ここはまだなんだ。まだだね。じゃあここか、あっちっち山。じゃあ次回だな。じゃあ次回はこのあっちっち山から遊んでいきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。